他人の目が気になって行動できない、なぜかいつもお金に困っている、パートナーシップが安定しない。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。今日は人生がうまくいかない理由の中でもトップ3に入る原因、アダルトチルドレンの卒業方法についてお話ししたいと思います。引き寄せの法則や潜在意識の活用を学んでいるんだけれども、なかなか使いこなせないとか成果が上がらないという方、もしかしたらそれはあなたの両親との関係が原因になっているかもしれません。アダルトチルドレンというのは簡単に言うと毒親育ちが原因で、大人になっても人生がうまくいかなかったり生きづらかったりする人たちのことなんですけれども、実は僕自身そのことで長年悩んでいたってことがあります。僕は1年半くらい前に親子の法則という本を出版させていただきまして、おかげさまでこれ6万部以上発行されてベストセラーになったんですけれども、この本の中でも人生がうまくいかない最大の理由は両親との心理的な関係が良くないからだという話だったり、幼少期の何気ない経験が大人になってからの人生にも大きく影響しているという話をしています。こんな話をしても多くの方は幼少期の経験と今大人になってから経験していることのつながりに気づけないということも多いんですけれども、実際統計を取ってみるとですね、主にお金やお仕事のことで悩む人は父親との関係、主に恋愛や人間関係で悩む人は母親との関係にわだかまりだったり何らか引っかかりを抱えているってことが多いです。なのでそれぞれお父さんお母さんとの心理的な和解を進めていくと悩みは自然と解決するということ、そういったこともこの本に書いています。僕自身引き寄せの法則とか潜在意識の活用を学んだんだけれども、大きなブレイクスルーは起きないとかね、思うような結果が出ないという悩みと向き合う中で、このアダルトチルドレンという概念に出会って、人生がうまくいかない最大の理由は両親との心理的な関係にあるということ、あとは自分らしく豊かに生きられない人は十中八九アダルトチルドレンだということ、つまり程度の差はあれど日本人のほとんどがアダルトチルドレンだっていうことですね。そして引き寄せの法則とか潜在意識の活用とかいろいろ言いますけれども、結局は両親との心理的な関係のバランスを整えることで引き寄せの法則を使いこなすあり方が自然と身につくんだよってこと、こういったことを知りました。なので今では引き寄せの法則をマスターしたいのであれば、そして自分らしく幸せに自由に生きていきたいのであれば、まずは両親と自分との関係について深く知って、整えるべきところは整えるべきだっていうことをお伝えしています。どうして宇宙の法則とか潜在意識とかの話を YouTube でしている僕の初書籍が親子関係の心理学の話なのか、よく不思議がられるんですけれども、小手先の話よりもまずはこの基本ができていないと、正直引き寄せの法則も潜在意識も使いようがないので、やっぱり定期的にこのチャンネルでも親子関係の話はしている次第なんですね。ということでこの動画では、あなたも当てはまっているかもしれないアダルトチルドレンの特徴と、両親との心理的な和解を促して本来のあなたが受け取るべき愛と豊かさを受け取る方法を解説していきたいと思います。両親との心理的な和解が進めば、お金やお仕事で悩むことも、恋愛やパートナーシップでトラブルに巻き込まれることもとても少なくなりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ではまずはあなたも当てはまっているかもしれないアダルトチルドレンの特徴ですね。この特徴っていうのはいくつもあるんですけれども、今日はこの3つを取り上げたいと思います。ということで、これに当てはまっていたらあなたもアダルトチルドレン。1つ目は、他人の目が気になって行動できないということです。他人の目が気になって行動できないという方は、両親との関係が原因になっているかもしれません。例えば幼少期とか未成年時代に何か間違えたり良くない行動をしてしまった時に、必要以上に親に厳しく怒られていたという場合、あとは親が過保護で何をやるにしてもいちいち口出しをされていたという経験をしていた方は、親の判断や親がどう言うかを優先して生きる癖がついてしまっていますので、なので大人になっても自分軸ではなく他人軸的な生き方をしてしまいます。これがさらに行き過ぎると、自分の人生を自分で決められない人になってしまうんですね。自分が何を叶えたいのかもわからないんですという人も、同じような経験からそうなっている可能性高いです。他人の目なんて気にしていてもしょうがないと言われると、それは確かにそうだなと頭では思うんだけれども、でもどうしてもそれでも他人の目が気になってしまって、
自分の人生の可能性を狭めてしまっている方、こういった方は幼少期の経験や親との関係にその原因があるということですね。これなんとなく感じられますでしょうか。2つ目のアダルトチルドレンの条件は、なぜかいつもお金に困っているということです。実はうちの会社でも毎月のように統計データやアンケートを取っているんですけど、父親との関係が良くないと答えた人の方が、父親との関係が良好と答えた人よりも2倍以上お金で悩む可能性が高いというデータも出ています。これすごく興味深いんですけど、何らかの理由で自分のお父さんを恨んだり嫌ったりすると、どうやらお仕事やお金の分野で成功しづらくなるようなんですね。それは父親ってその人にとって社会的成功だったり、働くことだったり、稼ぐことの象徴だったりするからなんですね。現代社会においては男性が外に出て働いて稼ぐというのが一つの典型的な役割のパターンですけれども、その社会活動や仕事の象徴である父親を嫌うということは、そんな嫌いなやつと同じことをやりたくないという心理が多くの場合働きます。これ僕もそうだったんですけど、父親に対していいイメージを持っていなかったわけですね。で、そんな悪者みたいな存在の父親がやっている仕事というものに対してはどうしてもいいイメージが持てず、社会活動や価値提供をすることに前向きになれないという、そういうロジックですね。もっとスピ的な言い方をすると、父親は男性性エネルギーで、お金も男性性エネルギーですので、その父親にいいイメージを持っていないイコール男性性のエネルギーが滞っている、だからお金に恵まれないというふうにも言えると思います。どうでしょうか。いろいろスピなことを勉強しているんだけれども、一向に現実が豊かにならないとか、特にお金の分野が全然改善しないという方は、お父さんとの関係、何かしら引っかかりやわだかまりはないでしょうか。3つ目のアダルトチルドレンの特徴、3つ目はパートナーシップが安定しないということです。恋愛において長く穏やかに幸せにお付き合いをすることよりも、いざこざやトラブルの方が多いかなっていう方は、かなりアダルトチルドレンの可能性高いと思います。例えば女性の場合、お母さんとの関係にわだかまりを抱えているっていう方は、女性性が司るコミュニケーションの部分に何らか引っかかりが生まれますので、なのでパートナーシップにおいても同じようにうまくいかないパターンが生まれます。あとは反対に、お父さんとの関係が良くないという場合も、お父さんは女性にとって男性という生き物のデフォルトみたいなものですので、なので男性とお付き合いした時にお父さんを投影してしまって、それがトラブルに発展するということがよくあります。男性の場合はやっぱり主に母親との関係がパートナーシップに影響することが多いですね。ではそんなアダルトチルドレンを卒業する方法をここからはお話ししていきたいと思います。僕はどうやったら引き寄せの法則を活用できるようになったんですかっていう質問にも、両親との心理的な和解ですよって答えますし、どうやったら億万長者になれたんですかと聞かれても、やっぱり根本は両親との心理的な和解だって思いますし、なんで離婚して再婚したんですかって聞かれても、やっぱりこれも両親との心理的な和解が大きかったと答えます。それくらい人生を左右する大きなトピックですので、ぜひこれを聞いてくださっている方には中途半端にせずに取り組んでいただきたいと思います。アプローチは2つあると思っています。まず1つ目はズバリ親子の法則に記載の親捨てワークです。あ、なんだ本買えってことですかと思われた方もいらっしゃると思いますけど、もうこれはねその通りです。気になっている方はもう本買うのが一番早いと思います。ただそれだけだとちょっと動画にならないので、一つできることをご紹介すると、六方杯なんていいんじゃないかなって思います。六方杯やったことない方は調べてみてください。六方杯というのは東西南北天地、この六方向に向かって毎日拝むということなんですけれども、東を向いて拝む際はご先祖様や両親に感謝をすることになっていますので、なのでこの六方杯を毎日することで自然と両親に毎日感謝する習慣が身につきます。ただ人によってはこの親への抵抗感が激しすぎて六方杯をするのも嫌です、抵抗がありますという方もいると思います。そういう方はですね、やっぱりこちらの親子の法則ぜひ真剣に読んでいただいて親捨てワークやってみていただければなと思います。親捨てワークは最近雑誌の日経ウーマンさんにも取り上げていただいています。すごく有効なワークですので、ぜひ取り組んでみてください。
アダルトチルドレンを卒業するためにできるもう一つの方法。もう一つの方法はタッピングです。タッピングというのは体の中の経絡、ツボを刺激することで感情エネルギーを解放することができるというメソッドなんですけど、僕自身過去これで両親との心理的な和解を進めたということがあります。タッピングに関してはいつもご紹介しているこちらの LINE でやり方を教えていますので、何のことって思われた方は登録して学んでみてください。特に幼少期や未成年時代に親との関係の中で感じたネガティブ感情を思い返しながら、追体験しながらこのタッピングをやると、心理学の世界でインナーチャイルドと呼ばれている幼少期の記憶の領域がクリアリングされていって、両親との心理的な和解がどんどん進みます。今インナーチャイルドっていうキーワード出ましたが、アダルトチルドレンの話をする中でこのインナーチャイルド避けて通れない概念ですね。インナーチャイルドというのは大人になってからのメンタルや行動パターンに影響する幼少期の記憶のことを言いまして、このインナーチャイルドを癒すと今の行動や考え方が変わっていきやすくなるということが知られています。インナーチャイルドの癒しに興味がある方は Amazon なんかでインナーチャイルドという言葉で調べると書籍はたくさん出てくると思います。とにかくどんな癒し方でもいいので、インナーチャイルドを癒すということをやっていくと、いつの間にか生きづらさがなくなったり、過去何度も苦しめられてきた人生のパターンがなくなるという嬉しい変化が起きていきます。ということで今日は両親との心理的な関係が大人になってからの人生に大きく影響するという話題でお話しさせていただきました。この YouTube チャンネル見てくださっている方、どれくらい真剣にいつも取り組んでいただいているかは、これこそ人それぞれだと思うんですけれども、人生を望む方向に変える方法はすでに何度もお伝えしてきています。あとは用意したものに真剣に取り組んでいただければ人生変わらないはずがありませんので、親子の法則も豊かさの公式引き寄せラインもぜひ落ち着いて取り組んでみてください。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。では今日も最後まで見ていただきありがとうございます。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。